ニュージーランドのワーホリサポート会社サザンクロスエクスプレスではとってもユニークなサポートをしています。まずとっても重要なコンセプトとして、ワーホリさんを語学学校に行かせないということです。語学学校はすごく高いんですね。で、ワーキングホリデーでそんなに、高いお金を最初に払ってしまうっていうのはすごく意味のないことだと思います。さらに学校で学べる英語っていうのは生活や仕事で学べます。そして学校は時間と場所を拘束されちゃうんですね。これは自由に行動できるワーキングホリデーにはそぐわないと思います。では学校に行かないのであればワーホリで何を最初にすべきかということですが、ここでサザンクロスエクスプレスのサポートが出てきます。まずワーホリや、ニュージーランドのことをしっかり学ぶ。例えば、いつ渡航すればよいのか、ベストな渡航時期ですね、これとか、あとはどんな仕事があるか、どうやって休職すればいいかなどを学んで、ニュージーランドで、お金に困らない生活をする。そして目標として、貯金をして帰国する。これがワーホリサポートの大きな役割です。そしてもう一つ、ワーキングホリデーネットワークを作っています。これは他のワーホリさんたちをご紹介して仲間を作るネットワークです。仲間がいると生活費を安く抑えられるんですね。また危険も少なくできます。つまり互いに協力できるのでワーホリの不安が減少されます。このようにサザンクロスエクスプレスのサポートではお金に余裕のある充実ワーホリを目指しています。ですので興味があれば今すぐご相談ください。